水分は逃がしちゃ逃がしてなるものか老化をちょっと感じ始めた逆さんなっとるやんみたいな何やこれって思って体内の水分循環に関して後で裏で教えてあげる教えてあいいですね皆さんもね手を振ってじゃあ僕やっぱ私行かせていただきますやっぱり年年ももですね 美。美。美しい。美しい。美ね。やっぱ美には。美にはやっぱりこだわりありますね。ああ。ええ。はい。僕あの。一緒に、あのラジオに遊びに来てもらったことがあるんですけど。それが美に関する。ラジオでして。そこで、翔太に言われたのが。はい。水分は逃がしちゃダメ水分は逃がしちゃダメ勉強になるな。逃がしちゃ乾燥する時期だからね。そうね、大事だよ、芸人ね。逃がしてなるものか。いや、そこまで。 それぐらい大事なんです水分水分に執着してます水分執着まだま今後も来年も再来年も自分は必ず美というものは必ずこの感じは心の中に大切に僕は老人の老をす老ですど老どういうこといやあのね僕もうちょっとで35歳になるんですけどだんだんとやっぱいろんな変化を感じてきて例えば今 笑うんじゃないよしていやいやあのね例えばその今年乾燥してるなって思ったら今までもう逆に水分量すごくあったのにこの首の辺とか朝起きたらえ「えカッサカサになっとるやん」みたいななんやこれって思ってそ,それで「やっぱカサカサになったらあかんから水分こう保持すんねんな水分保持クリーム塗んねんな」そうそういうところで一個老化感じた後にはもう大体。 例えばラーメン美味しいなと思って食うやんか。で食った次の日に大体走ればチャラになってたのがならんねん。なんで関西弁な？全部全部たまんねえ。関西弁な？なんで関西弁な？麺が全部たまんねえ。溜まんねんじゃないね。油を逃がさなきゃいけない。油を逃がさないように体が変わってっていろんな意味でだから老化をちょっと感じ始めた。老化。今年。なるほどね。体内の水分循環に関して後で裏で教えてあげる。 すごい <laughs> 知りたい,いたそれ。<laughs>